茶の湯の歴史11、明治維新以降。今回はこちらの項目や人物について見ていきます。明治維新による伝統文化の衰退と茶の湯の復興。明治維新を経て西欧文明が積極的に導入されるようになると、日本の伝統文化は排除され壊滅的な打撃を受けます。茶の湯はそれを支えていた大名や武士が消滅してしまったことで衰退します。仏像や美術工芸品などは二束三文で売られ、茶道具もしかり、例えば姫路酒井家が明治4年に行った売り立てにはほとんど買い手がつかなかったそうです。しかし各流派の茶家の尽力により、それまで幽芸とされていた茶の湯は茶道という教養として新しい時代にふさわしい形が築かれていきます。そしてかつての大名らに代わって明治政府の高官や実業家らが茶の湯を支えていくことになるのです。女子教育と茶の湯。明治に入ってしばらくすると、女子教育の場で茶道が取り入れられるようになります。京都の女工場や京都府高等女学校、東京では跡見家系が創立した跡見学園、また華族女学校、教立女子職業学校などで茶道の科目が設けられました。井上馨。長州出身で外務卿も務めた井上馨は、世外とも号し、茶道具や掛物の収集に貪欲でした。茶会好きの井上は、その頃の廃仏毀釈の影響で取り壊されて薪として売られようとしていた奈良東大寺の茶室八尊庵を東京鳥居坂の自宅に移築し、翌明治20年の春に茶会を開いています。その際には明治天皇が行幸したため、これを機に衰退していた日本の伝統文化、特に茶道が再生することとなります。増田敦煌。増田隆敦煌は佐渡に生まれ、井上馨とともに三井物産の前身である泉州会社を設立し、三井財閥の基礎を固めました。敦煌はそれまでの茶の湯をもとにしながらも、弘法大師空海筆の座右の銘一巻を入手したことから、弘法大師の命日にそれを披露する茶会、大師会を行うようになり、大人数での園遊会形式を取り入れた茶会を行うようになります。大師会は西の光悦会と並ぶ法令行事となっていきます。和恵会。元平戸藩主の伯爵松浦明は新月庵と名乗り、在京の家族や好き者らと16人のみを会員とした和恵会を発足します。メンバーには安田財閥の安田善次郎、増田敦煌、高橋宝庵、三井高安、段卓磨らがいました。茶会では持ち回りで釜をかけました。高谷宗藩。高谷宗藩は大阪の弁護士で、遠州流に茶道を学び、遠州流茶道保存会を結成しました。また大阪の好き者の集まり18回の会員として茶事に奔走します。大正7年に茶道教国を提唱して、京都の宇治に土地を取得して、自らの設計による茶道道場正殿山荘を建設します。宗藩は儒教的で厳格な茶道を求めたため、趣味や教養として茶道を捉えようとしていた高橋宝庵と論争をしました。高橋宝庵。
水戸に生まれた高橋義雄法案は、はじめ時事新報の記者となり、それから三井銀行、王子製紙などを渡り歩いた後、51歳で実業界を引退して茶道ジャーナリストとして執筆活動に専念します。記者時代から時事新報に連載していた茶会記は、唐と茶会記、大正茶道記としてまとめられました。大正10年からは、当時の名物茶入れや茶碗を写真入りで紹介した大正名器巻9編13冊を刊行。茶の湯が新聞や出版物で紹介されることで、その文化や精神が多くの人に知られるようになっていきます。岡倉天心。岡倉角蔵天心の父は福井藩出身で、横浜で貿易商となり、角蔵はそこで生まれました。東京開成学校で学び、10代からフェノロサの助手となって美術品の収集を手伝います。文部省に勤務している時に、東京美術学校の創立に尽力し、校長を務めました。それからボストン美術館の中国日本美術部長を務め、日米を行き来します。明治39年にニューヨークで茶の本ザ・ブック・オブ・ティーを出版し、和美茶の美意識、歴史、茶室、茶花などについて自身の見解を交えて伝えています。今回はここまで。明治維新以降についてまとめました。次回は最終回です。